はい、皆さんこんにちは。ジャズ喫茶バリエリアのおいちゃんです。今日はですね、テナーサックス、これも私の大好きなテナーサックス奏者なんですね、その一人をお届けします。お待ちください。はい、始まりました。はい、始まりました。今日お届けするのはこちらになります。はい、今日の主人公はビル・パーキンスという、もうウエストコーストの人ですね。他のメンバーもウエストコーストの人です。してる曲は100 years from today、 今日から100年という曲です。大好きな曲です。ビクター・ヤング、まあ、有名な人ですけどが作った今日から100年。今日から100年は生きることはできませんけども、今日から100年という曲なんですね。それでザ・ビル・パーキンス・オクテット、ね、で LP のタイトルはオンステージですね。ザ・ビル・パーキンス・オクテット、オクテットということはセクステット、セプテット、オクテット、つまり8人ちょっとですから、うるさいんですよね、楽器が入りすぎて。ビル・パーキンスのテナーだけ聴いてれば本当はいいんですけど、他が邪魔なんですよね。もうこれです。ちょっと聞きましょうかね。このクルールなサックス、すごくいいですよね。それで8人なんですけども、先ほど言いましたオクテットなので、まあ、こういう時はまずピアノトリオの3人を数えてしまえばいいんですね。3人で、あと5人に管楽器が入っちゃってるんですね。これがうるさいですけども、それでもうメンバーちょっと言いますけども、そうそうたるメンバー、それはピアノはラス・フリーマン、チェット・ベイカーの伴奏をしてる、からベース・レッド・ミッチェル、ドラム・メル・リス、もうツラムの揃いですね。これはピアノトリオ。あとはですね、アルトでバドシャンク、これもツラムの、からジャック・ニミッツ、バリトン、スチュー・ウィリアムソン、トランペット、これはカール・フォンタナ、この8人です。終わっちゃいますので、この辺にします。ジャズはいいよ、バレリラのおいちゃんでした。